の他の宗をね、一生懸命修行しなきゃならんとかいろんなことがあるんですけど、この浄土真宗の場合はね、まあ、普通の人間の日暮らしをしておるままでこの身教えを頂戴する、身教えを頂戴し、また仏教の目的はなんだけど、仏教の目的っていうのはね、結局その我々が仏様に流してもらうということなんですよ、この仏教というのはね。これがまあ同じ世界宗教でもね、キリスト教やイスラム教とは違うところですが、まあキリスト教やイスラム教は自分が神になるということは言いませんね。神の恵みで救いをいただくということは言うんですけど、自分が神になるとは言わないね。この仏教の場合は自分がね、自分を仏様にさせていただく、これがまあ仏教の大きな特徴。そこでその 目的とするところが自分が仏様になるということ、悟りを開かせてもらうということ、これやっぱりね、仏教という教えのね、今後これ世界にもね、これは注目されると思いますね。このもちろんこれは仏様のお救いを、特に浄土真宗の場合は仏様のお救いをいただくんですけどね、自分も仏様になるということね。だけどもちょっと何回も書きましたけど、仏の説いた仏と言いましても、この場合はまあこれは歴史的に言えば釈尊ですけどね、インドの釈迦族の王子と生まれた釈尊ですけど、結局釈尊が悟りを開かれてね、悟りを開かれて仏様となられたね。それと仏の説いた教えという意味と、もう一つが我々がね、この仏になる教えなんだ。まあ仏になるということは、細かいことを言いますといろんなことを言わねえなと思いますけど、結局煩悩を離れるということなんでね、仏になるということはどういうことかというと、煩悩を離れる、まあ断ず、断じことをよく使いますから、断ずことですね。煩悩を断ずね。普通のこの我々人間というのは、これはもう煩悩の中の日暮らしをしている。煩悩の中ね。煩悩の数え方はいろいろあるんですよね。無数の煩悩があるとか、八万千の煩悩があるとかね、いろんな数え方はありますけどもね、一番この中で大きな煩悩、代表的な煩悩、三毒。何でも聞く人まだおったと思うけど、まあ何で聞いたからってもう聞く必要ないなっていうことでもないですからね、この宗教上のね、まあ聞けば聞くほどね、まあ味が出るっていうのもおかしいけどね、まあ深みがわかるしですかな。これ三毒煩悩っていうのがまあ代表的な3つでやってね、まず貪欲と。ね、仏教ではこれ貪欲と呼びますね。貪欲、欲ですね、むさぼるね。それから2番目が真にと呼ぶね。まあまあ、金打ちましょうか。これはもう、で3番目が五子と。これはまあ、普通にも使われてきますけど、まあ、まあ、愚か。まあ、愚かって言ってもね、ものを知っとるとか知っとらんとかじゃない。愚かね。
まあ、仏教ではこう煩悩にとらわれて自己中心になっているからこう本当のことがわからない、そういう意味で愚かでしょうね。本当のことがわからない。本当のことがまあわからない。まあまあ身近なことで言えばね、自分も間違って自分にも誤りがありながら自分の誤りは分からんで、相手ばっかり悪いように思うね。この本当のことが分からんからね。これはもう妬みとかしない怒り、妬み、まあ妬みじゃない、妬みじゃない、本当のことが、ね、本当のことが分からんね。まあまあそういうことで、まあこれを煩悩の中でもね、代表的な煩悩ね、これをこう三毒煩悩とこういうんですよね。これも誰にもこう覆われて、してこの中でね、いろんな苦しみ悩みをね、いろんな苦しみ悩みをこう体験しながらこうやって、これやっぱりね、現代の世界の情勢を見てもね、結局はこれなんですよ、結局はね。もう今頃また北朝鮮がね、何ですかまあ、ミサイルを撃ってね、でまあ、もうあれほどしないのにと、みんな言うとおるのにね、みんなあんな方にも、みんな言うとおるのにね、結局はこうやっと、まあ、結局はね、まあ、これですよ。ね、結局これがこれの塊がいろいろとね、それぞれ言い分はあるでしょうからな。先進国ばっかりがね、いいことばっかりして町を敷いてあげるとね。でそう、結局まあ、まあ、これです、結局は。結局これです。ね。まあ今までのその、まあ、ある意味じゃ人間の歴史を見てもね、人間の歴史を見ても、これはもうあれです。まあ、サピエンス全史とかいうね、ああいう本も出ましたけどな、これはもう人間の歴史を見てね、ホモサピエンスというのが出てきてね、このホモサピエンスの方が我々の先祖らしいというの先祖ですけどな、結局はいろんな争い事を繰り返して、結局その我々の先祖が、まあ、その中の勝者であったと、まあ、こう言いますかな。まあそれはそうでしょう。勝者であったから生き延びてね、敗者は皆死んでしまうとね、勝者であったから広めて、でこう現在に来てるけど、もうある意味ではもうこのことばっかり繰り返しね、こう来てる。でも結局今度みたいなことになってくるとね、今までは相手をやっつけることによって自分が生き延びてきたけどね、今度はこれは成り行き次第やね、これは共倒れと、結局そういうことになっていくかと思いますが、結局もうその何がそういうことを指しとるかというと、結局もうこれ何がそういうことを指しとるかというと、これね、だからまあ仏教ね、仏教ではだからこういうことを離れて仏の悟りの境地に生かしてもらおうというのが、これは仏教の起こりですね。これがもう仏教の起こりね。そしてその仏教の中でこれがまたね、大きく、自力の仏教と他力の仏教、大きく言って、自力の仏教と他力の仏教、ね、これがまあいろんな他者のね、まあ各都の衝動、この世で悟りを開いていこうとする立場がまあ、これは現在日本でも天台真言禅というのがこの立場で、ね、一生懸命自分で使用することによって、結局この煩悩ですよ、こういう煩悩の心が人間の心の中にありますからな、この煩悩の心を修行によって、払いのけてですね、そして悟りの境地に至ろうとする。でこの他力の立場、これがまあいわゆる浄土門、
結局この世の中で一生懸命修行したところで悟りを開くことはできない、煩悩を断ずることはできない、まあこれで大変な悩み抜かれたのがこの浄土門の人たちですね。これがまあ法然上人であり我々の修祖の親鸞上人ね。結局これは結局ですね、こういうものをですね、自分の力でも打ち破っていこう、払いのけていこうとすることにおいてですね、自分にはそれがとても不可能なんだ、不可能だということで悩まれたんです。悩んだんです。どうしたって自分はこれはこういう煩悩の心がなくならん。これも親鸞上人のお言葉で言えばね、煩悩というのは無明煩悩を我らが身に満ち満ちて、欲も多く怒り腹立ちそね、妬む心を多く暇なくして、臨終の一年に至るまでとどまらず、消えず、絶えず、その煩悩のどうしたって自分たちを払い抜けようと思っても払い抜けることはできん。自分の力で悟りを開こうと思っても開くことはできない。ということで悩まれたのが、まあ、親鸞上人の師匠である法然上人であり、それから親鸞上人、ね、